はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョモランマたけしです。今日も元気に NBA2K モバイルやっていこうと思います。はい、今日はですね、ついにやってまいりました、キング・オブ・ザ・コートっていうね、新しいイベントについての説明なんですけれども、で、そもそも、ちょっとイベントの説明をね、しないといけないかなと思ってて、イベントとは何ぞやっていうのね、この僕のね、チャンネルや動画を見て NBA2K モバイルをね、ほんと最近始めたよって方も多分、見てくれてる方にはいると思うんで、いきなりね、その人にね、しかもこんな新しい俺も初めてのイベント、いきなり来ても何が何やらわからないと思うんで、ちょっと今回はね、まあちょっとキングオブザコートの説明も後でしますけれども、まあ、そもそもイベントって何っていうね、根底から、ちょっとお話ししていきたいと思います。チョモランマたけしの NBA TV で、ちなみに、まあ、最初に言いますけど、キングオブザコートの、ちょっとツイッターでも荒れましたけど、スコアボードの、表示がマイナスとかなっちゃう件は、あれはもうメーカーじゃない、運営側というかね、もうシステム上のエラーでございまして、まあ、表示上のエラーだけで、ちゃんと、勝った試合は、勝った試合と、試合のスコア通りに、もし勝った場合はね、ちゃんとトーナメントは進むんですけど、スコアの表示上だけなんかエラーになってしまうみたいで、まあ、そこはね、公式ツイッターの方でも、すいません、ちょっと次回改善しますみたいな、ことは書いてあったので、まあ、次回から改善されると思いますけども、まあ、表示に関しては完全なバグなので、もうあの画面はもう無視するというかね、ちょっと、気をつけていただいて、やっていただければと思います。はい。で、このイベントなんですけど、時間制限イベントっていうのがね、この画面に、大きく表示されてると思うんですけど、ここはちょっと初めての方というか、まだ慣れてない方説明しますけど、なんでね、このイベントが来るかっていうと、2K モバイルには大きく2種類のカードがあるんですよ。ちょっとコレクションで説明しましょうか。2種類のカードがあって、まあ、このファウンデーションって書いてあるカードが1種類目。で、2つ目がこの今、まだ1種類というか、まだ始まったばかりなんで、このナンバーワンドラフトピックっていう、いわゆる、まあ、テーマカードってやつなんですけど、まあ、これがイベントとか、まあ、ガチャ限定とかでしか手に入らない、カードで、大きくその、まあこういうテーマカードっていうのと、まあファウンデーションっていう2種類に分かれてるんですけど、テーマカードっていうのは簡単に言うとファウンデーションより、なんていうのかな、強いんですよ。一言で。強いというか、うん、強いんですよ、パワーがね。例えば、ファウンデーションだと、大体、まあ上位のやつだと2900から2900、800ぐらいがパワーね。ぐらい。まあ、2800ぐらいですよ。まあ、下はいくつぐらいだ？下だと、もう2400とかもなっちゃうんですけど、まあ、強くてもね、2400ぐらいのカードなんですけど、こっちのテーマカードになると、3256、3144、3000と。まあ、これちょっと低いですけど、テーマカードの方が、ランクがね、パワーがね、強いんですよ。まだ始まったばかりなんで、そんなに顕著にパワーは離れてないですけど、まあだんだんね、シーズンが進むごとに、この差が、だんだんファウンデーションと離れていくんですが、まあこのようにね、テーマカードの方が強いっていうのがあります。それで、イベントでは、そういったテーマカード、強いカードが手に入るんで、みんなイベントに参加して、より強いカードを手に入れて、で、強いカードを手に入れることによって、このシーズンを、よりチームを強くして、より難易度の高いシーズンをね、クリアして、シーズンを進めていくことができるというサイクルがありまして、まあもちろんね、ちょっとテーマカードデザインがかっこよかったり、あと欲しい好きな選手とかね、来たらちょっと手に入れたいみたいなのも、そういう人もいると思うんですけど、まあちょっと強いということで、まあみんな、このイベントに参加してます。で、イベントは毎週やってくるんですけど、ちょっと今回、いろいろなんかシステムエラーでなんか始まるのが遅かったりしたんですけど、だいたい、
シーズン2の通りで言うと、木曜日の夕方ですね、4時、夕方4時から、その月曜日の朝まで、だいたい3日と半日、ほど、木、金、土、日で月曜日の朝ちょっとだけという、3日と3日半、イベントがやってるんですけど、その期間中に、そのイベントで手に入る特典を集めて、まあ僕で言うと、今回最高報酬がカイリーなんですけど、まあカイリー8万点。まあこのイベントによって、で、イベントは何種類かあって、それによって、集める特典も違うんですけど、まあ、今回キングオブザコートは8万点を目指すって言うんですけど、でね、イベントもさっき何種類かあるって言ったじゃないですか。で、正直イベントによって、全然、なんか難易度が違うんですよ。難易度、いわゆる、まあもちろん課金をね、ちょっと薄々分かってきたと思うんですけど、もし始められたばっかりの方も。まあもちろん課金をすれば有利にポイントを多く稼げますし、有利に進める。まあもちろん、まあ、ガチャなんかもね、ストアで来てますし、ガチャで一発引いてしまえば、イベントカード、欲しいカードが手に入れられたりね、もするので、まあそういうのもあるんですけど、まあ基本ね、こういうイベントに参加して、まあ多少課金をしてね、より高い報酬を目指していくんですけど、で、イベントによっては本当全然課金しなくても、最高報酬を目指せたり、あとまあまあ、まあ最悪ちょっとワンコインぐらい、まあ1000円未満ぐらいは課金、すれば、まあ、最高報酬手に入れられるっていうイベントが、他にもあるんですけど、今回、キングオブザコーター、まだまあ、ちょっとやりきってないんで、途中なんで何とも言えないですけど、まあ、ちょっとね、これは、ちょっと新しくわざわざ作ったのに、わざわざちょっと C ランク、俺から言わせれば C ランクのイベントを作ってしまったかなと。っていうちょっと感じがしてますね。あんまりいいイベントじゃないかなという感じかな、正直。せっかくね、ちょっと始められた方にいきなり C ランクのイベントっていうのもね、今後おいおい、挑戦イベントとか FF イベントっていうね、まあどっちかっていうと A ランク、B ランククラスのいいイベントも来ると思うんで、またその時はその時に、詳しく説明しますけれども、まあ、今回、キングオブザコートっていうね、イベントで、まあ簡単に言うと、準々決勝、準決勝、決勝と3回戦って、まあそれぞれのね、準々決勝、準決勝、決勝ごとでポイントも変わってくるんですけど、でさ、ただ初めていきなりさ、これ、8万点目指すのにさ、8万点目指すのにさ、いきなりさ、勝って40ポイントってなってさ、これ誰が、この絶望しかないよね。せめてさ、3桁だろ。40ポイントって、しかもさ、もう準決勝ぐらいになるとさ、自分よりパワーが上になってくるんだよね。で、決勝になるともうもちろん上だし、結構課金をしてくれと言わんばかりの、要素もたっぷり盛り込まれてて、あからさまにね、ちょっとユーザーフレンドリーじゃないなっていう感じが受けて、まあ、その辺もね、ツイッターとかで結構外人の方とか批判してたりしてるんですけど、まあ僕もちょっとあんまりいいイベントじゃないかなって感じてますね。あと結構不親切だよね。いろいろ特典とかが、まあ実際システムエラーとかもあって、さらにそこに上乗せされてるのもあるんですけど、これ40点、勝ってももらえないんですよね。で、そこでちょっとハテナって思ってる人もいると思うんで、そこも話したいなと思ってて、これ40点で、で、大なり、小なり、6みたいな書いてあるじゃないですか。これ、6点差で勝った場合40点ってなってて、まあ、もちろん6点差以上で勝ったら40点以上もらえるんですけど、例えば4点差で勝ったら、ちょっと具体的な点数はね、ちょっと間違えてるかもしれないけど、38点とかなんですよね。ちょっと下がるんですよ。まあでもここはまあ数点しか変わんないから、そこまで気にしなくていいと思うんですけど、まあ、ただ不親切ですよね。みんなさ、普通に、あ、勝ったら40点なんだとか思っちゃうし、ちょっと不親切ではあるんですけど、まあ、ただね、ちょっと取っかかりは確かに40点で低いんですけど、まあ、次の準決勝に行ったら次はまあ80点。で、決勝行ったら160点になると思ったら、
100点ってね、ちょっとね、そこら辺もよくわかんないんですけど、まあ、ただ一応決勝をクリアしたら、これはちょっとボーナスで1500点もらえるんですけど、まあ、ただ毎回決勝行けるわけじゃないし、敗れる時もあるし、なかなか、なんとも言えないですよね。まあ、あとこのポイントダブラーってのもよくわかんないと思うんですけど、これは得点に、あ、でもわかるか、やってみれば。まあ、単純にポイントが倍になるっていうんですけど、まあ、これは、まあ、最低準決勝進んだ時とか、まあ、もちろん決勝進んだら使っていただいて、上に行くほどポイントが高くなるんで、1回のポイントダブラーでも、これ、ポイントダブラー無限じゃないんで、もちろん有限なんで、まあ、なくなったら一応ストアで買うことはできますけど、まあ、なるべくね、ポイントが効率よく上がるときに使った方がいいと思うんで、一応使うポイントとしては、まあ、最悪準決勝。まあ、一番は決勝進んだときに毎回使うのが一番いいんですけど、まあ、負けたときもね、決勝だったらポイントがちょっと上がるんで、ちょっとずつですけどね、ポイントが上がるんで、まあ、とりあえず決勝進んだときにポイントダブラーつけた方がいいかなというふうに思いますけれども。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、なんで結構ね、例えば最高報酬、まあ、俺も正直、まあ、俺もそんなガチガチ課金する方じゃないんで、正直帰り厳しいかな。まあ、ちょっとまあ、始まってまだ、まあ、今土曜の朝撮ってるんですけど、まあ、始まったばかりっちゃばかりなんで、まあ、もしかしたら逆転する可能性もありますけど、まあ、ちょっと最初の感触としては、結構厳しいイベントかなと、いうふうに感じております。ちょっと運営の方が、金を回収しに来たなと。ほんとドミネっていうね、あからさまに金を回収しに来るイベントがあるんですよね。なんで、あ、またそういう系を作っちゃったかっていう、ちょっとね、運営やっちゃったなっていう感じをしてるんですけど、まあね、でも、まあしょうがないよね。まあ相手も商売なんで、多少はわかるんですけど、まあ、わざわざ作るのにね、わざわざこういうユーザーが、ね、ちょっと、なんだよって言いたくなるようなね、イベントを作るっていうのは、まあ、ちょっと非難される材料でね、しかも、シーズン3始まったばっかでいきなり、こんなのを持ってくるっていうのがね、ちょっとね、って考えちまいましたけども、まあ、しょうがないですね。まあ、別にイベントとか参加しないでね、シーズンとか、ヘッドトゥヘッドとか楽しんで、まあ、無課金で、遊べるだけでも、それでも正直ありがたいと思ってます。それだけでもありがたいんですけど、まあこういう風にね、イベントカードとかちらつかせされちゃうとね、やっぱり欲しい選手とか来ちゃうと、やっぱりね、多少でもお金を払いたくなる心理になるのはわかるんですけど、まあそういうのを付け狙ってね、あからさまにね、ちょっと金を回収しに来るのはどうかなと思いつつ、ちょっとね、そんな感じでございます。まあ、ちょっとね、イベントをいきなり、ね、始められたばっかの方は、どういうことなのかよくわかんないと思うんで、ちょっと解説してみましたけれども、まあ、ちょっとね、だらだら喋ってしまったんで、ちょっと皆さんにちゃんと伝わったかどうかわかりませんけれども、まあね、一応イベントの方もやりつつ、シーズンの方も進めつつ、今シーズン14まで来てますけどね、これ勝ち上がれば、初のサファイアカードの報酬が、手に入りますんで、今後も、頑張っていきたいと思います。はい。まあ、とりあえずじゃあ、今日はこのくらいかな。はい。あ、で、ちょうどヘッドトゥヘッドのちょっとパック1個引けるんで、まあ、ブロンズですけど、最後引いて、お別れしましょうか。まあ、ブロンズなんでね、期待できないですけど、一回引いていきましょうか。せっかくなんでね。2枚か。ドラフトピック3。左はカード来るかな？どうだ？あ、鍵でしたね。まあまだ今の時点だったら鍵でも、まだ全然ギアないんで、まあ今のうちだったら全然嬉しいですね。嬉しいというか、別に外れではないですね。はい、ドラフトピックはこんな感じです。はい、ということでね、すいませんね、なんか長々喋っちゃって、まとまりがなくちょっと喋ってしまいましたけれども、まあこんな感じで、またね、なんか、皆さんの、疑問とかね、あれました。